おはようございます。3月5日午前9時56分モーニングショットをお届けしたいと思います本日の方針でございますがドル円は107の5545で買い方向ですが指し値はしません7の25でストップ108円の1020での利食いをイメージをしますが当然買った後伸びきれなければ利食い千人力で雇用統計の時にはポジションはない状態で迎えたいと思います ユーロドルは1.19901.2000で売りから1.2025にストップ1.192515での買い戻しをユーロ円は128円の6050で買い128円の30でストップ129円の3040での利食いを ポンド円ですが149の4535で買いから149の10でストップ150円台1020での利食いをタイドルは1.392030で売り1.3960でストップ1.386050での買い戻しを OG 円は83の5565で売りから83の85でストップ 82の9080で買い戻しをタイドルは0.774050で売り0.7785でストップ0.768070での買い戻しを入人へは77円の7585で売りから78の1 5でストップ77円の1505で買い戻しをタイドルは0.721020で売り でででストップで買い戻しのイメージです、えー、なかなかですねドル買いだというイメージを持ちながら、えー、押しめ買いをずっと待っていて、えー、7円台前半で揉んでるときは6円台の後半の押しめ買いを、7のミドルで揉んでるときには7円の前半の押しめ買いをというふうにさして、結果的には何も拾えず上がってきて、108円台まで見た相場です。 えー、まあ自分でですねここを、えー、当然、買うんだったらおしめ買いしかできませんが、えー、この7円の後半、浅めの,あの買いを入れるというのが自分としてはどうも嫌で、えー、どっちみち今日まあアメリカの雇用統計ありますし、えー、夜はオーバーナイトしませんし、えー、差し値を置いておいて高値圏で串出しになる経験というのは過去何度もやっぱりしているので。えー ダメだったら無理に買わなくてもいいやというぐらいのつもりで、ドル円に関してはそう見ております。えーほまあ、それだったらまだ他に動く通貨いっぱいありますんでね、えー、自分が苦手なシチュエーションで、えー、無理にやる必要はないかなという気はしております。あとやっぱりユーロドルが非常に上値が重たくなっていることは間違いないんで、これも戻り売りになりますけれど、 あの丁寧なな戻り売り売をしてみたいなという,ふうに、えー、思いますでます、あ、で今日のあのアメリカの雇用統計前に、当然、ポジション整理も当然出てくると思いますし、えー、出てくるとすれば、えー、ドル円は、えー、要は買ってるものを売ってやめる、えー、ユーロドルは売ってるものを買い戻してやめるというスタンスになるはずなので、えー、あまり浅いところで、えー、ドル円やユーロドルの、えー 奴隷の押し目買いユーロドルの戻り売りをしてそれが口差しになるのをやっぱり避けたいなというふうに思っておりますなかなかちょっとうまくオペレーションは奴隷に関してはちょっとできてないですけどまあそれも相場ですまあ無理な流れの中と言いますか不得意な状況の中で無理にやる必要はないかなというふうに思いますし 自分の,もあの、まあ、強みっていうのは、もみ合いの中で、えー、その時のポジションの傾き見ながら、売ったり買ったりをするのであって、えー、買ってさえ置けばずっと儲かるみたいな、その一方向にやっぱり自分は弱いので、えー、こういった相場の時っていうのは、大きく取れないというのは確かにあるんですけど、取れないものはやっぱり取れないんで、あの自分があまり得意じゃない相場にはあまり入れ込まないようにしたいなと、あそんな気がしております。 それではまた何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。本日のモーニングショットこの辺で終了です。JFX 株式会社代表取締役小林義子です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、 とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます業界の中では数少ないスキャルピング OK であること連打注文が OK であること一日の取引制限がないこと約定スピードが最速0 0 0一秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しておりますぜひ当社でお取引をいただきたく YouTube 限定企画の 新規講座開設期間内に小林芳彦 JFXYouTube 限定企画経由で新規講座開設をしていただき取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされかつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に 4, 円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレレゼントトいたしますオリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツチャートパターンスキャルピングのためのテクニカル分析など私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いのでこちらもコンテンツに入れております YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますのでぜひ講座をお持ちでない方はご検討ください。よろししくお願いいたします